はい、どうも大粒です。どこが大粒とは言いませんが大粒です。ということで今日はちょっと前に見えるトライアンフの友達もいるんですけど、今日はね、清水港のなんか市場の食堂のマグロいっぱい丼とかっていうね、あのストップっていうまでマグロの盛り付けが止まらないお店にちょっとマグロ丼を食いに行きたいと思っていて、あの前回はあの小田原の漁港、あの車で友達と行ったんですけど、今日はバイクでね清水港まで行っていきたいと思います。で、インカムもね買ったので、前にいる友達カン君と一緒にちょっとツーリングしながら行きたいと思うんで、カン君よろしくお願いしますという感じで、今はもうどこだ、富士川なんで、おお、今日だいぶガスってんで、なんか、全然見えねえわていうか、あ、新幹線いた、今日初じゃない？やばい、鉄オタが炸裂するおお、なるほどね、海の幸がたくさん潜んでいる、これでもさ、もうずっと行ったらもうすぐ着くよね、多分。ああそうね、あれじゃん、この鏡面トレーラーよくツイッターでバズるやつじゃん一回後ろ入ろうかな俺うわ、映ってる映ってる、これはバズるぞ、これあんまり近いと車間距離で違反になっちゃいそう怒られる、怒られる、すぐ叩かれっから YouTube が危ねえ危ねえ、あとはこれ音声がちゃんと取れてるかっていう、マイクはね、あごでも前に1回撮った時は撮れてたから、まあ後で見てみるしかないな。それは旅客案内ってやつ。これ？なんか電車の博物館じゃないけど。電車が飾ってあるとこに行ってガチャガチャやって。それやっぱ電車のやつだよね。電車運転士とか車掌っていうプレートが欲しかったの。一回やって。やばいね、挟まれるね結構さ、なんかさ、バイクの事故とかさ、そういうなんかヒヤリハットでさ動画上げる人とかいるけどさ、なんかさ、かもしれない運転をすれば防げることが多いと思うんだよね。そう、なんでそこにいるのっていうさ、自分で原因作っちゃってんじゃんね。相手がさ気づかないっていうのは悪いかもしれないけどさ、気づかない、そうところにさわざといなくてもいいよねっていう、やっぱ自分を守るのは自分なんですよ。清水駅、200m 左だから、あ、その辺か。
あ、清水魚市場マグロ館市場館って書いてあるよ。ん？ぐるって回り込む感じだ。あ、多分ね、途中それ左曲がって左だと思う。結構もう車いるな、なんか多分これだな。これだね。うん、これこれ。やっぱ回り込んで、そこ入り口。うん、そこから駐車場入っちゃえば。うん。浮いてやん、道が悪い。あ、ここなんだバイクは。バイク。うん。クイバクイバ。やばいね、それは。それはやばい。これだね。うん。まあね。食べ切れるようにストップお願いします。すごい。はい、ちょっとあんま保険できない。はい。ストップお願いします。はい。今、カリの方も来てます、ね、あ、これで大丈夫です。はい、ありがとうございます。ご注文の初めてはそれで、とりあえず、何もなしでとりあえず食ってみるか。いただきます。あ、醤油かけずにってこと？うん。いや、それ味ねえの。うまい、うまい。え、でもこれなんか、あれでしょ、つけダレに、確か、うん、そうそうそう、うん、すごいな、これ、うん、かなり、うん、うまいね、うん、醤油かけすぎたわ。絶対そうだと思う。そ
ょっと高血圧上がりそう。俺高血圧なんだから。上170あるから。やば。死ぬぞ。これ。パワー。今マグロ丼食ってきたんですけど、マグロあんまり好きじゃないんですけど、ちょっと動画映えを意識しすぎて盛りすぎて最後苦しかったです。皆さんも量はね控えめに行った方がいいと思います。ですごいね冷たくてね、今お腹壊しちゃってトイレ行ってきたんで、まあ美味しかったんですけどね、まあ1000円なんで安いと思うんで、皆さんおすすめです。はい、という感じで以上です。